皆様こんにちは谷垣貞和です3年前に不注意で大けがをいたしまして皆さんに大変ご心配をおかけしましたこの場を借りてそのことをお詫び申し上げたいと思いますしまた退院以来大,大勢の方にお励ましやお見舞いをいただきましてそのことにも心から御礼を申し上げたいと存じますそして今日は西田昌司選挙必勝のために 団体総決起大会を開いていただき大勢の方においでをいただきました心から御礼を申し上げます私が申し上げるまでもなく西田昌司さんは今油の乗り切った働き盛りの政治家です京都のエースでもありますですから京都のためにもそして日本のためにも必ず当選を果たして これから大活躍をしていただかなければならない人です今ちょうど世界も曲がり角で今までもたびたび曲がり角調整の必要の時期はありましたしかしアメリカと中国が覇権争いをするということになりますとアジア太平洋地域で生きている日本はどうしても影響を受けますそしてまたヨーロッパでイギリスが EU から抜ける このことも日本に影響がないわけにはいかないと思いますお隣の国韓国とどう付き合うかという問題もそうですそういう調整をきちっと進めていくためにはやはり政治が安定をしなければならないそしてそのためにも西田昌司さんには頑張って走り回っていただかなければいけないと私は確信しておりますしかし東京で療養生活をしていて心配でならないことがあります 京都からの報告を聞きますとどうも西田昌司は絶対勝つというような噂だけが先行して少し足元が危ないんじゃないかという心配を私はいたしておりますどうぞ皆様のお力を結集していただいてもうあと最後わずかでございます必ず西田さんが勝利をするというそういうお力を皆様からお与えいただきますように心から お願いを申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。今日は大変ありがとうございました。よろしくお願いを申し上げます。